はい、ということで始まりました、劇団マガリンズの借金は生で完成。はい、ということで、始まりましたね。今回も劇団マーガリンズの借金は生で返せなんですが、自己紹介から参りましょう。はい、はい、借金総額700万円、組長こと藤原明乃です。よろしくお願いします。はい、借金総額50万円、いい子こと高橋なんです。よろしくお願いします。はい、借金総額400万円、スーブコットです。すいません。スブです、よろしくお願いします。いやはい、借金総額1億円工場長こと西田真美です。よろしくお願いします。はい、借金総額600万円暫定ドンコこと薄井愛香です。よろしくお願いします。よいしょ。はい、借金総額300万円のネズミこと木下優和です。よろしくお願いします。お願いします。はい、借金総額300万円名古屋エロみそこと石岡舞です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでいつものメンバーで始まりましたね。ということで、はいはい、もうドンコ良くない？もう、ドンコ、もうドンコいいでしょ。あ、私も思ってますもう別にドンコはないでしょ。いいかなみたいな。名古屋エロ味噌はなんとなくね、うん、まだ残しててもいいかなとは思うんですけど、はい、もうドンコはもうなんでドンコになったのかも全然覚えてない。ドンコってつけた当の本人がもういないですから今。え、誰？ゲルさん、ゲルさんがドンコフから、ね、ゲルさんやったっけ。ドンコフから全然覚えてない。そうなんですよ。そうなんですよ。ゲルさんやったんですね。はい、ゲルさんももうあれですもんね、処女失ってね、うん、いや言っていいですか。いや、いいでしょ、もう今や彼氏ができて ね垢抜けちゃって可愛くなってましたよ、写真、ね、なんかシルバーみたいな、何着てたんだっけ、うん、マスカッツのマスカッツのライブに来てたんだよね、うん、すごく彼氏ができて女性らしくなってますよね。なんかいいですか、一つちょっと、はい、なんか多分照明ってわざとつけてないのかなって思ったんですけど今、うん、わざとですか。え、どういうこと。なんか暗いなと思ってたんですよ。怖い怖い、何、暗くないですか。確かにいつもよりちょっと暗いね。わざとかな、そう、映像が暗いなと思ってたんですけど、あー、まさか薄いが全然暗いことに気づくとはね、うん、いや、いつも薄いがちょっと暗くしてるみたいなんな、結構当たってる方がね。あるやん、本当ですか、で私だけ当たってるのかな。なんなら今日は当たってるよな、後ろの方が飛んでるね。この辺くらいね暗いね、うん、暗い、呼ばないだって、やだやです。まあでもありましたもんね、前回マッコさんが来て、はい、驚愕の新企画スタートということで、はい、まだ行ってはないんだよね。行ってはないんですけど、今まあ呪われたら100万円とか、その心霊写真撮れたら100万円とか、うん、そういうことですよね、はい、もうどんどん指導していこうということなんですが、はい、今回はまだ行ってはない。はい、そうです。なるほどね。なんで行かないんですか、すぐ。え、もうだって前回が2週間前ぐらいってことでしょこれ。そうです。なんですぐ行ってくださいよ。なんで行かないんですか。いや、なんかスタッフさんがああまだ待っててって言ったからそういうことじゃないでしょ。そういうじゃなくてですか。行きたくないんです。行きたくないとかじゃないでしょ。だってもう、はい、マッコイさんが言ったんだから行かなきゃダメなんじゃないですか、はい、オラキオも行け。それはまあでも俺が言ったらちょっと話が違いますからね。俺が行くのはいいですよ全然。でもマーガリンズが行って、うん、いやでも俺が行って100万円とかってもしょうがないじゃん。どうして、まあ、オラキオさんが来てくれるのが。いやいやいや、俺が行っちゃったら、だって俺が呪われちゃったら 俺100万円もらってもしょうがないんだから。いや欲しいよ100万円は。でもやっぱり呪われるのは嫌ですよ。いやいや、でも呪われて100万もらえるんだから、そんなの除霊してもらえばいいんだ。いやでもそれに80万かかっても20万儲けんだから。20万ですよ。おいおい、お前ら借金しててよく言えんな。違いますよ、ドバってやっぱ返したよな、うん、だったらお前除霊しないとそのまま自然にお前共存していきゃ。お前死んでまいりますよ、うん、命が危ないんですよ、うん、命が危ないぐらいやばいところなんで。呪われたことあんのかそんなこと言って。いや、すごい体験談とかもういろいろあったんですよ。ないやろ別にそんなの。ありました、ありました、いろいろあった。はい、
なんか今回調べたんですよ、私たち行くスポットについて、いろいろ調べてどんだけやばいかっていうのを私たちが知ったの でこの企画がいかに危険かっていうのをちょっと教えたいなと思って、何言ってんの、いや本当にやばいやばいんですよ、行くしかないじゃん俺たちは、もういや勘弁して、本当に勘弁してください。何すんのじゃあ今日は、行ってきましたら報告じゃないのね。そうじゃないです。何ですか、はい、調べてきた。今日はですね、心霊スポットロケ企画大反対プレゼン、ストップザマッコイ、私たちは呪われたくない。はい、呪われたくない、呪われたくない、ストップザマッコイって言いましたね、はい、僕らがマッコイさん止めてどうすんの、やっと走り出した企画ですよ、はい、やっぱほんま危ないよな、本当にお化けは本当危ないんですよ、本当にやばい、株主も連れていけばっていう子もいたので、あ、株主の命もやばい、うん、本当に、あ、じゃあ株主もなんていうか守りたい、はい、はい、まさかね、今コメントにもありましたけど、君たちがマッコイさんに反対するとはね、やっぱこっちは思ってなかったから、うん、オラキオさんも行きますか、じゃあ、いや、俺が行ったらもう、なんていうの、意味がないじゃん、いや、でもね、今まで君たちのニコ生ですか、でも一緒に、一緒のメンバーだと、サノさんが世にも奇妙な物語に巻き込まれますか、うん、巻き込まれてないでしょ、ストーリーテラーとしての立場を崩さないでしょ、あれ毎回毎回タモさんが世にも奇妙なことになってたらもう大変よ、話ぐっちゃぐちゃよ、いやでも本当危ないってことをオレキオさんに分かってもらって、オレキオさんいやすいません、オレキオってなんか乗り移られたんですけど、今オラキオさんに知ってもらうために、乗り移られたってお前嘘つくタイプだな、乗り移られて数百万円もらえると思ったな、そういうの思ってないですよ本当に、だからじゃあそんだけ反対するってことはあんのね、はいはい、なんかその反対するちゃんとマッコイさんをそれ納得させられる理由が、うん、はい、あるってことね、あります、どうするじゃあ、もう聞いてから決めてください、はい、おー分かったよ、じゃあやってみます、はい、はい、おじゃあ私たちのチームから、うん、いきます、はい、いってらっしゃい、ほう、あーこの間2つチーム分かれたもんね、うん、はい、一つ目のチームが何だっけ、千葉県のユセイグランドホテルだっけ、それはちょっとやばいと、はい、そうです、やばい、それをじゃあどんだけやばいかっちゅうのをプレゼンしてやめましょう、マッコイさんやめてくださいってこと言うのね、相当な覚悟じゃないとできないよこんなの、はい、聞いてください、うん、なんか怖いな、何の時間これ、何の時間、いや怖いって、ちょっと待ってちょっと待って、僕は組長怖すぎるでしょそれ、私たちの行く心霊スポットはこちら、やだやだーゆい、ゆせい、グランドホテルです、やって言っちゃったもん、やだ、このホテルはもともとラブホテルだったのですが、経営難で廃業になってしまいました、とても悲しいホテルです、経営が悪化してしまったために魚料理メインのホテル活魚というところに名前を変えますが、それでも経営は悪化するばかり、ホテルの前に活魚という看板が立てられているのでホテル活魚と呼ばれるようになりました、このホテル過去にさまざまな事件が起こっています、例えばラブホテルなのでカップルでいざこざがあり、そのままお互いを殺し合ってしまったり、男女のグループが男性が女性を殺してしまったり、マッコイさん、こんなところに行ったら私たち
帰ってこれないですよ。そんなヤバいホテルのご紹介です。ヤバい1、女性の幽霊。ネズミ全然怖くねえじゃん、なんか油性グランドホテルでは全然怖くねえじゃん。昔から組長すげえ怖かったのに。昔から女性の幽霊の目撃情報が絶えずあり、急に冷めた。昔実際に女性が殺されました。いろいろなサイトでも油性グランドホテルで写った女性の幽霊の写真がアップされています。やばい2、焼け焦げた部屋。油性グランドホテル2階の部屋には焼け焦げた部屋があります。そこでは実際に焼身自殺があったそうです。怖い怖い。薄いもん。やばい。怖いっていうか。3、心霊現象。これだけでこんな怖く見えるんだね。なんか変なマスクつけてるみたいな。扉が勝手に。薄いよ、本当に呪われてんじゃないのお前、本当に。今それが出てるよ。扉が勝手に呪われてるのが閉まったり。普通に照らしただけじゃこんなさ、開いたり。メキシコのマスクマンみたいな顔になんないでしょ。たくさんのオーブが映ったりします。パチプロの幽霊。幽霊が勝手に扉を開けたり、怖い怖いこれ、閉めたり。ブチャじゃん。写真に映り込んだりしているのでしょうか。いやこれで薄いちゃん可愛いと思ったらどういうことだろう。やばい4、部屋中に手形。話入ってこない。部屋の壁中にたくさんの手形がついてます。さあ誰の手形なんでしょうか。やばい5、実際に行った方の、実際に過去にこのホテルに行った方の映像を見たんですが、霊媒師さんがここ本当に強い霊感を感じる、人間だけで行くのは危険すぎると言って、人間の身代わりとなる人形を持ってロケに臨んだそうです。やばい6、実際に行った方のパート2。このホテル、ラブホテルなので、やはり面白半分で、そのホテルでエッチをしたカップルがいたそうです。その女性、行為の最中に首を絞められた感覚に陥ったそうです。しかし、後々聞いたところによると、その男性はそういったプレーには興味ないし、首を絞めた覚えはないと言ったそうです。何の話してんの急に。なんだよ、少々のくせに。なんだよ、こんなヤバいホテル、女性の霊が本当にヤバいらしいです。女性はあなたも苦しめという気持ちで私たちに襲いかかってくるでしょう。そして女性の霊はやはり女性につくことが多いそうです。マッコイさん、私たち本当にそんなところに行ったらやばいですよ。なので行っちゃダメです。怖い怖い怖い、もう怖い怖い怖い、すっげえ怖え。何見たい。以上です。何なのよ、これ怖いっすね。行かない。いや、すごい
マーガリンとかめっちゃいい感じね。いや怖い、組長はもう俺呪われてると思うよ多分。なんかずっと体調悪いんですよね。その調べてる時点で何かしらの呪いを受けてると思いますよ僕はもう。あーもう本当に活魚って書いてあるんだ。そうなんです。でも建物自体はちょっとなんか変なあれですよね。なんかちょっと面白そうな建物、中に結構向かいそうな建物だよね。やっぱり元ラブホテルだから、うん、作りはそういう感じみたいな。え、ラブホテルには詳しいんですか、石岡ちゃん。よく、はいはいじゃないよ別に。なんでしょ。でも本当にやばいんですよ。もう行きたくないってことね。はい、いやまあ聞いてて、まあでも組長の顔が怖すぎて話が全然入ってこなかった。なんで組長だけあんな怖くないの。ネズミとか全然怖くなかったよ。だって本当ですか。全然怖くない。メガネのせいですかね。いやわかんない、なんでか。もう組長がすげえ怖かったから、うわーっと思ってネズミ次になったけど全然すっげえ冷めちゃったもん。いやいやいや、でも怖く喋りましたよ。笑ってた笑ってたもん。笑ってたでしょ、うん、元の顔が笑ってるんでしょうがないですね。薄井はもうなんか変なマスクマンみたいになってたしね。薄井さん怖かった、うん、何も言わない。はい、行きたいんでしょ。薄井あたりは本当は行きたいんじゃないの。行きたくないです、行きたくないです、行きたくないです。多分一番言う霊感があります、愛香ちゃんが。でどうだったの、その調べてて気持ち悪くなったとかではなくて。いや、なんかもうやばいんですよね。やばいの。やばいです。行きたくない。行きたくないです、できれば。行きたくないっつったら絶対だね。まあでもすごいなんかやばいところだっていうのはちょっとなんとなくは分かりましたよ、はい、じゃあもう一つの班は。はいはい。お前らも行きたくないの。行きたくないです。行きたくないっていうプレゼントするの。そうですね、できればやっぱり。もういや、やっぱね、やっぱ調べていくとどんどん。いいよ、いい子ちゃんは行かなくていいよ。なんでなんですか。スーブと工場長で行きよう。なんでおかしいじゃないですか。どっちかが100万取らなきゃ。だってもうこの企画というか、お前マーガリンでも借金返していかなきゃいけないんだからさ。まあそうなんですけど、お前マスカッツのライブで鹿児島行って浮かれて豚しゃぶ食ってる場合じゃないよ。うん、それは私も思います。浮かれてお前豚しゃぶ食って黒ウーロン茶飲んでさ、黒豚ですよね、もう黒豚食ってお前。それについては本当そうっすね。お前マスカッツこの間会った時、はい、ちょっと僕収録行ったじゃないですか、はい、マスカッツのなんかちょっとよそよそしかったよな。いやそんなはずない。よそよそしかったのオラキオさんじゃないですか。なんかちょっと、いえいえここではそんなあんまり慣れ慣れしい感じで来られて。いやなんか私も、ね、あのオラキオさん来てるっていうことをスープに伝えたんですけど、うん、そしたらなんか、あーオラキオ来てんのみたいな。うわ最悪かよお前はやし。なんかそんな言ってない言ってない。お前ほんとやばいな。いや言ってないっすよ。髪もなんか今日ボッサボサやしな。マスカッツの時はなんか綺麗に、はい、前髪プチッなんか髪をキュキュキュッとかしてたじゃんな。言っちゃいますよ、さっき雨降ったしなんか行かれちゃったんですけど。いや雨のせいにした。いやほんまにそれはないですよ。だってなんかマイプがオラキオさんいたよって言ったから、うん、あ行こうかなって言ったぐらいっすよ。いやいやいや、でも行かなかった。ちゃうやん、それは違いますよ。もうなんか始まってだから行けなかったんじゃないですか。やだ、でもスーブに一人で行けばいいんじゃないの。やめてくださいよ。いや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 、ほんまに嫌や。活業ホテルともう一個の方も行けないの。いややめてくださいよ。もう一個もあるんでしょ、あのスバナトンネルだっけ、うん、はい、それを調べたんですけど。調べたのやばいの、はい、えほんまにやばい。スバナは行けるでしょ。無理ですよ。じゃあ聞きましょうよ、じゃあそのプレゼン。聞いてください。言うのも嫌ぐらいの、はい、どういう感情なの今。もう言いたいのね。行きたくないから、もうこれを早く読みたい。読みたいね、うん、止めたい。ストップザマッコイ、はい、はい、やったよ。さあ、やりなさいよ。ありがとうございます、はい、じゃあお願いします。マイナスのプレゼンっていうか、行きたくないプレゼンってなかなかないよね、はい、まださっきみたいで怖くなんでしょ。じゃあお願いしますよ。納得いけるかな
スーブー怖い怖い、スーブー、はい、怖い怖い、もうなんか怖いって。工場長全然変わってないけど工場長が全然変わってないじゃん。普段も怖いってこと？普段から大して変わんないってことかな。恐怖スバナトンネル、私たちは絶対行きたくない。私たちはスバナトンネルについてどうしても行きたくないので調べてきました声張って、そのボソボソ雰囲気出すのはいいけど。まずこちらの映像をご覧ください。映像？画像です。めっちゃ俺今映像って思って、スタッフさん今一瞬ちょっとえって思ったよ今。すいません、ね、映像って思う。こちらがスバナトンネルになります。スバナトンネルとは3つのトンネルに分けられています。うわ何これ。スバナトンネルは明治トンネル、大正トンネル、昭和トンネルの3つのトンネルで、3つのトンネルをスバナトンネルと呼びます。だよもうグダグダすぎて怖さ伝わってこねえよ。まず昭和トンネル。落盤事故で亡くなった作業員使いこなせてないじゃんもう。懐中電灯見て、伝説の8時台の時の停電した時のやつ。落盤事故で亡くなったとみられる作業員たちがうじょうじょいます。うじょ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 。明治トンネル。明治トンネルはお年寄りの霊の目撃情報が、そして中年女性の目撃情報が見られています。変わってねえよ。そして一番怖いと言われている大正トンネルです。大正はね、こちらは小さな女の子の手を引いた和服姿の女性が入り口の小さい木に佇んでいる目撃情報があるそうです。ある霊感のある方のレポートによると、その女性はこちらの大正トンネルの中を指さし、うん、あちら側に行きたいけど通れないということを訴えてきたそうです。なぜならば、うん、邪霊や浮遊霊がこのトンネルの中を渦巻いて通ることができないという訴えを訴えてきたそうです。どういうこと？変わったんねん、爪が甘えな。とにかくこちらのトンネルはとにかく実はってすごく危ないという情報が寄せられています。それはなんとなく分かってんだよもう。おべなんて、お化けに取り憑かれるとどうなってしまうのかということを調べてみました。怖い。実はお化けにも階級があります。お低霊級というものからすごい悪いお化けもいるんですけど、低級霊は理解してこいよちゃんと。失礼しました。低級霊ですは小動物などを指します。そして一番危ないのが悪霊や生き霊に取り憑かれるということです。本当に大変なことになります。極端に運が悪くなったり何をやっても失敗、ここまではまだ大丈夫なのですが、最悪の場合は大怪我または命をなくしてしまうといった危険が降りかかることもあるみたいです。私たちは借金を抱えていてお金が欲しいです。しかしお金よりもやはり命優先。私たちにお化けを取り憑かせないでください。でもお金が欲しい。とても複雑な気持ちです。以上終わります。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いい子は何も言ってないよね。言いました。言った？なんか、はい、最初の方にトンネルが3つあるって言っただけじゃないの。いい子は、はい、怖かったの。怖いです。もう写真に写ってるなって思いました。そう、ここに写ってるんですよ。ランちゃんずっと言ってんですよ。ランちゃんがずっとここに写ってるって言うんですよ。どこ？ここに顔あるんですよ。でも言われてみれば分かる感じしません？このこれ顔ってどういうこと？これです。こういう感じやんの。こういう感じの人がいるんですよ。そうなんですよ。え？でちょうど入り口に和服の女性がいるっていうんですけど、はい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 、女性であの髪の毛を結んでるんです。まとめてるんですよ。あーこの黒いのがね。そうですそうですそうです。いやまあでもこれはさ、いわゆるそういうそういう風に見えるってことは多々あるからね。岩の削れ方とかによってね。これでもお化けやんな、絶対。お化けだよね、ゲーム。それでどうしてんの？それで100万円欲しいと思ってんの？それでもう100万円もらえると思ってんの？いや、思ってないです。思ってないです、これぐらい。だから逆にチャンスなんでしょ？幽霊が必ず出るんだったら、それ取ったら100万円っていうことなんじゃないんですか？やっぱ取り付きやすいみたいです、ここのお化けたち。トンネルのは？はい。そのやっぱ作業員が一番やばいみたいですよ。作業員がやばいの？作業員が来てる。昭和の？女性霊のがやばいらしいです。女性霊がやばいの？女性霊のがやばい。どっちがやばいの？結果。どっちもやばい。どっちもやばい。いやいやいや、取り憑かれたら100万円もらえんだよ。100万円なんてなかなかもらえないよ、だって。いやでももしね、怪我とか、うん、死んじゃったりしたら、うん、どうしますか？うん、さて一旦ちょっとね。そんな行きたくないの？はい。まあでも2チームのねあれを聞いたけどね、うん、コメントも見てたけど、なんていうのかな、そのやっぱそれが本当かどうかわかんないじゃないですか。ネットでのただのねデマかもしんないし、なんかそれに乗っかったなんか面白おかしくなんか嘘の情報を流してるとかもあるじゃないですか。だからそれを逆に確かめに行く。いや実際行ったけど何もなかったですよとか、実際ちょっとここ見てください、その時の写真がこちらです、撮れました、これで100万円ですから、これは僕いい企画だと思うんですよね。そんな行かない。だから君たちはもう言ったらさ、なんちゅうの、賞金稼ぎというかトレジャーハンターなわけですよ。全国各地の幽霊の目撃情報をキャッチしたらそこに行って、それを映像なり写真なりに収める、うん、すると金がもらえる、うん、それやるしかないでしょう。もう今ゴーストバスターズって映画がねリメイクされてっていうか、う、ね、女の人でやりますけども、はい、もう退治しなくていいんだから。ゴーストハンターズですからね、皆さんは。ある意味劇団をしながらね、はい、劇団をしながら幽霊を、全国の幽霊を映像に収めるっていうすごい。お前たち何がしたいの本当に。何なの、何やってるんです。お化けを探しに行く、ね、そうでしょ。だってそれでさ、あの100万円もらえるんだからね。どうすんの、本公演やんの、お化け探すの、どっちやんの。どっちもやんの。でもかつてさそういう番組はよくあるじゃんか、はい、心霊恐怖スポットに行くとか、うん、そのテレビの番組とか、はい、ありますね。でもかつてマジでうわガチで映ってるっていうのあんまあんのかな、ないよね。ありますよ。でもたまにあるよな、映像が乱れたりとか、うん、音声が乱れたりとか、うん、なんかアメリカ人のなんか変な見える人がさ、うん、行ってここにいますとか言ったらなんかちょっとこうサーモグラフィーがなんかちょっと変わるとか。でもみんなみたいな女の子が行って実際にこううわーみたいになってるとか、白い向いたりとかしてる DVD 出たら、うん、それはそれでいいんじゃないっていうね、校長ちゃんどう思うの。
いやなんか心霊体験とかあんま幽霊は見えないんですけど、うん、なんかそういうやっぱり怖い話っていうのは実際によく聞くんで、うん、聞くよ。好きなのお前。いや好きっていうか、うん、あまりにも入ってきませんかそういう話って。入ってくんの。もうだってそこら中で誰かが霊に。まあまあそりゃ心霊っていう話に関してはみんな大好きだよそりゃ。うちの元相方のテキサスさんなんてね、はいはい、霊感が強くなりたいとか言ってわざと寝る前とかに怖い映像見たり、一人で夜中家にいる時とかにわざと怖いのをどん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 見るんだって。で幽霊見たいっていう人だって、まあ、よくわかんないですよねだから。ほら、あ、ごめんなさい。組長後ろって書いてある。もうやだ、本当にやだ。ネズミじゃん。いやだ、妖怪ハグキババアじゃん。オラキオさんは何か体験したことってあるんですか？そういう企画とか。僕、いやいや、僕はもう全くそういう、あもうこれってまさに心霊だなっていうのはない、うん、いや、俺はでも金縛りあったりとかするよ、うん、でも俺はもう夢だって思ってる、それは、うん、夢と現実の狭間でよくありますよ、僕は、うん、っていうか、みんなはあるんですか？そういうなんか、はい、心霊体験ある。あります。ある。私あのリアルにあのついちゃって、疲れちゃって。ちょ待って、それも経験者、はい、それもう一回やったら100万円だよ。いやでももう忘れもしないです。おジャケット撮影あの以前私がちょっとあっち話して、こっち話す。あ、ここで大丈夫です。おここでお前が決めんのかい、はい、私以前あのグループに所属してたんですけど、うん、その時にあの私だけなぜかブスなんですよ。本当にありえないぐらい私だけブスに映っちゃって、撮影が。で私だけなんか白いんです。うん、私だけ白くて色がなくて、そのジャケットで私 CD 発売しちゃったんですけど、うん、だからもう見ていただけたら分かるんですけど、私だけ本当に色が白くて、うん、全然映んなくて、マネージャーに、うん、紹介してもらい、お祓いに行ったら次の日からもうちゃんと可愛く映るようになりました。可愛く映るようになっちゃったんだ。はい、それまですっげーブスに映ってるんだ。あ、そうなんです、本当にブスで。うでも本当にお祓いに行って、 あなた裁判所で一体っていうんですかね、一体戦争の時の兵隊さんが乗ってますよって言われて。裁判所？そうなんです。何裁判所って、何でも裁判所に行ったの？で私本当に裁判所に行ったことがあったんですよ。なんで？ちっちゃい裁判所ってずっと言ってるけど裁判所ね。なんで裁判所っていうの？裁判所に。裁判所っていわゆるあの裁判所でしょ？そうです、そうです。なんで行ったの？なんかあの私の友達が短大の時に悪いことをして裁判になっちゃって、その時に行ったことがあったんですけど。あ、その時にもらっちゃったんだ。そうなんですよ。はあ、でジャケットすげえブスに。本当にブス、ブスだし、あの白いんです、私だけなぜか。へえ。で目もなんか狐っぽくなっちゃって、っ、はい、白狐のあれじゃないの。でもあのお祓いしたらそれからのシーン。でもさ、その時じゃあ取り憑かれたからって別にブスに映る以外にさ、はい、なんか嫌なことあったの？でもアイドルとしてやっぱり写真がブスに映るって結構嫌じゃないですか？でもさ、はい、じゃあそれでお祓いしてさ可愛く映ったら一瞬別にそれ死ぬ思いしてないでしょ？いや、しましたよ。だってせっかくアイドルになりたくってこっちに上京してきたのに、うん、もう写真がブスのことによってオーディションも取らないし。いや、それってさ何年も続いたの？入って 1,2 年ぐらいずっとブスでした。自分の問題。それただあんたが上京してきてすぐブスだっただけじゃないの？いや違います。あ、そうそう、それですけど、それです、それです。それは除霊後？あ、除霊前です。じゃあ映ってんじゃん、ブスに。見たい、見たい。これでもみんな見てる人はわかんのかな、見せて。でもこれちょっと見えない、わかんないですね。もっとブスに映ってんの？どれがこれ？そうです。いや石岡だよ、うん、いや違うんです。お前こんなもんだよ。え、違います、違います。本当にブスなんですよ。トロピカル丸って何？それは私のグループだ。トロピカル丸ってこれ、まあ見えないかな。いや、とにかくブスで、でも取り憑かれたことによって。いや、こんなもんだよね、石岡。これで取り憑かれてるってちょっと被害妄想じゃないの？今コメントありましたけど。
昔の写真の方がひどいよ。ほら昔はただブスだったっちゃ話じゃん。別に怪談話でも何でもねえじゃん。だってでもそういうことがありました本当に。でもそんぐらいで済むんだったらそれで100万もらえんだったらいいじゃん。取りつかれればまた。いや嫌です、もうあんな思いはしたくないです本当にその時ずっと私ブスだな、これは例のせいだと思ってた。そうですそうです。マイプ幼少期からブスですからね、うん、なんか衝撃写真が。でもお祓いして可愛くなりました。整形して可愛くなった。いやじゃないですお祓いをして可愛くなったなるほどね、はい、他に誰かあんの、工場長あんの、怖いの。はい、はい、私も母の話なんですけど。うわもうそれリアルじゃん母。はい、あの母の、うん、母の実家が、あの中島っていう島で、まつげかまつげやばい。その日中島って救急車も船でない来ないとないようなとこなんですよ。病院がないんで。でおばあちゃん、お母さんのおばあちゃんが、うん、そのもう年齢がやばいからっつって、その船渡ってその陸の病院で入院するってなったんですって。で、あのまあ、お母さんもすごい心配してたらしいんですけど、まあ、普通に数ヶ月経った時に学校行った時にそのおばあちゃんにその島の道で会って、登校の時にでおばあちゃん元気になったんねみたいな話して、で、まあ、おばあちゃんも浴衣着てたから、まあ、退院したばっかでまだ大変なんだね、体調悪いんだねみたいな話をしたんですって朝。でそれで普通でに学校行ったらしいんですけど、そしたら家帰ったらそのままお母さんにおばあちゃん病院で死んだみたいな、船渡って別に島に帰っても来てないみたいな、だから死ぬ前にあんたに会いに行ったんじゃないかっていう話をしてました何なのお前は、もう照らすな照らすな、もう今は。いや怖くないですかめっちゃ。それはまあリアルにあった話なんだ。はい、その虫の知らせみたいなことだよね。はい、まあ、要は、はい、死んだおばあちゃんが最後に会いに来てくれたんだ。はい、なんかいい話な気がします。まあ、いい幽霊だよね、まあ、トトロみたいな話でしょ要は。でも私も似てる話あるんですよ。え？私も似てる、なんかゾッとする話ジャンル。ゾッとする話って言ったなお前も、はい、やってみろ。はい全然怖くないんだよ、自分は。題名、忘れられない日。おう、私、お母さんの方のおじいちゃんが、まあ、亡くなったんですけど、それから、まあもうだいぶ経ってるんですけれども、普通にそれで夏ぐらいに亡くなったっていうのは覚えてたんですけれども。ネズミの本当の輪郭ってこんな感じなんだそうですねそれでなんか夏に亡くなったっていうのは失格の忘れてはないんですけど。デッカちゃんみたいだもんねちょっとデッカちゃんじゃないよねネズミ。あ違います、あの大丈夫、輪郭ありますちょっと横向いてじゃあ喋りますね。あ全然違うそれで普通に夏寝てたんですよ夜になって。うん、で夢を見て、でおじいちゃんがいたんです、そこに亡くなったおじいちゃんが、うん、夢の中で、はい、うん、で「You are 寂しい寂しい」ってずっと言ってくるんですよ夢で、はい、おで何か私以外に隣に親戚のおばちゃんがもう一人座ってて、でおばちゃんの方にも「寂しい寂しい」ずっと言ってて、でもう私は怖くなったんですぐ起きたんですよ、うん、で起きたら夜中の3時ぐらいで、うん、で怖くて一応お母さんの方に電話をして、でなんかおじいちゃんが夢に出てきてすごい寂しいってずっと言ってくるから、うん、ユアの代わりにお参り行ってきてって言ったら、分かったじゃあ明日行ってくるねって言って、うん、で私は怖かったんですけどもう一回寝て、うん、で朝を迎えて、うん、でそしたら親から連絡が来て、うん、代わりにお参り行ってきたよ、ゆうは最近全然お参り来れてなかったもんねって言われて、うん、で一回それで電話終わったんですよ、うん、でその3時間後くらいにメールが届いてて、うん、実は今日命日だったんだって言われて、うん、あそうだったんだ、だから言いに来たんだって思って、うん、
私はもうそれで終わりだと思ったんですよ、うん、でもその後夢に出てきたおばちゃんから電話が来て、うん、飼ってた犬が急に亡くなったって来たんです、うん、終わりですえちょっとよく分かんなかったか、うん、え、分かんないですか飼ってた犬がなんで死んじゃったのえ、なんかだからおばちゃんの代わりにその犬を連れてったのかなと思って、うん、あー、まあ三途の川の向こう側で人を呼ぶとか言うもんね、うん、寂しいよこっち天国誰も知り合いなくてなんつって、うん、え、でも本当に命日っていうの知らなくって、うん、命日だからお参り来いよっていうことだったね最初はですか、ね、おばちゃんは何歳ぐらいの人なのおばちゃんは80あじゃあもうおばちゃんが行ってもおかしくないよなそうですねでワンちゃんも結構まだ若いっていうか本当に全然元気だったんで、うん、なんかそれでワンちゃんは可愛がってたのおじいちゃんはワンちゃんいや可愛がってないですそう、うん、はいまあまあでも実体験だもんな実体験これネットで落ちてた話とかじゃなくて、はい、ネズミの実体験ってことだもんねはい実体験でうん他なんかあるんですか、うん、スーブは絶対怖くないじゃんお前は私も実体験なんですよいやいや絶対怖くないほんまですほんまですいや絶対怖くないいやほんまです怖いです怖いです怖いですよしじゃあやろうはいありがとうございます、うん、はいですね光の面積が足りてないじゃん横が鼻しか照らせてないじゃんもう顔でかいから顔でかいうん3年前ぐらいに福岡にちょっと仕事で女の子5人組ぐらいで行ったんですよ、うん、で福岡の、まあ、どこにでもあるホテルなんですけど福岡のそこのホテルに行ったんですね、うん、ほんでなんかそのホテル着いた時に、まあ、5人やから2人部屋2人部屋1人1人部屋なんですよでその1人部屋の子がなんかちょっと気分悪いみたいなでもみんなで集まってワイワイ喋りたいからなんか部屋集まろうみたいになって私の部屋に来たんですよでなんかさっきからめっちゃしんどいねみたいなのを言っとってで風邪ひいたんちゃうみたいなの言ってたんですよまあで女の子集まったらやっぱ楽しいしまあとりあえず写真撮ろうみたいなになって、まあ、写真を撮ったんですよで結構時間が経ってまあいろいろ喋っていくうちにその子の体調が悪化しちゃってなんかほんまになんかしんどいみたいなで足もだるいしなんか体すっごいだるなってったみたいなで明日もなんかいろいろあるしもう帰ろうかって言ってまあじゃあ最後に写真また撮ろうって言って撮って解散したんですよで次の日朝起きてでみんなに写真配ってパッて見たらその1枚目の写真にその女の子の上にだけ女の人が写っててでこれやばくないみたいな話になってがっつり写ってたがっつり写ってたんですよでこれガチやんなみたいな言ってこう携帯をシャッてスライドして最後に撮った写真見たらその女の子の周りに5人女の人写ってたんですうわでもう窓後ろ窓やったんですけど窓のところにまず3人おってで最後ほんと帰る時に足が重いみたいな言ってたのを思い出して足元の方を見たらその子スカート入ったんですけどスカートを持った感じの女の人が机の下に2人いたんですうーわーでそれをまあ霊感ある子に見せたらこれ完全に今すぐ携帯から消した方がいいみたいな言って、まあ、速攻消したんですけどまあ5人も映ってしまったというお話ですそういう場所だったの福岡のいやなんか普通に結構有名なホテルなんですけどどこにでもある、うんね、東横インみたいなやつ、まあ、ルートイン的なあちょっと言っちゃいましたね言っちゃいましたねいやいいよいいよ、うん、ルートインなんですけど、うん、それガチだねいやもうほんまにやばかったたまたまやろね、うん、5人も映りますその子にもう明らかに明らかなんですよ写真はやばいやばいです見える見えるもうまずそういう風にさっきのほらいい子が言ったちょっと岩陰がそういう風に見えるとかいやもうそんなんじゃなくてガチやそうがっつり3人見えたと思ってでやばいなみたいな言って足元見たら2人いるみたいなうわそれ怖いな、うん、でも結構その子自身なんか
すごい妬まれることが多いみたいな言ってたんで。でもさ、それがさ撮れたわけじゃんか。うん、撮れてはないと思う。あ、写真がですか。うん、行ってその写真消しちゃった。消しました。じゃあもう一回そこ行って、うん、もし撮れることがあったらさ、それで100万円です。そうですよね。でもあれ写真って不思議なのが、うん、撮った瞬間に出ないですよね。怖いそれ。なんかね、私もその打つってことは、その時は気づかなかったんだ。でも次の日とか何日間か経った時に出てくるんですよ。携帯でも、スマホでも。携帯でもです、うん。はあ、なるほどね。はい、そんな感じでした。他、これはちゃんと怖いね。怖いですよ。うん、これはちょっと実体験ならではの。うん、しかもさっきからねコメント出てるけどね、はい、うん、今日すごい放送が止まるとかって。やだ。もしかしたら現場に行かなくてももう取り疲れてるかもしれないっていう。やばい、それやばいです。本当にブスに映っちゃうもんね、はい、一緒か。もうさ、ブスに映ることが一番嫌なのね。そうです、そうです。いやそれはもうしょうがないじゃんね。ブスだからブスに映るわけでね。うん、うん、スーブはどんだけと、じゃあスーブは常に呪われてるってこと思う。はい、もしかしたら可愛くなるかもしれない。いやいや、絶対ないんそんな。いや、絶対ないとかはないんじゃないですか。いやいや、でもスーブがさ、例の仕業だとは思わないじゃん。ただ、あの、工場長もしかしたらあり得る気がします。その取り付かれた。あ、もっと可愛い。そうそうで、なんとなくやっぱりあるんですよ、こういうなんかちょっと暗い感じというか、うん、取り付かれてそう。はい、あ、でも取り付かれたことあるって。除霊しに行ったことあります。あれ、はい、今は大丈夫。今すっげえブスだけど、それはこれは疲れてるからですね。照明問題か。疲れに取り憑かれてる。疲れに取り憑かれてますね。今日すげえブスですね。照明問題ってなんだよ。今日なんかブスですね。いやいや、かわいいよ。いやじゃあもう一つ私もあるんで話して。おー、いいよ、流れで。いや、もうやだ。スーブ実際に見たら可愛かった。だって あ, やありがとうございます。いや、今流れてる声張ってよ。もうこの今流れてる、まさにあの BGM の話。いやもうやだやだやだ、そんな話にしようよ。いやいや、私これ聞いてすごいびっくりしちゃった。今お前ピンときてんの。いや、ピンときてます。うわー、怖い怖い怖い。やめて、もうやめて。いやいや、お前ふざけんなよ。いや、あの霊感がある私の友達が、あのこの音声どちらから拾ってくれてるかわからないんですけど、あの有線にもあのお経のチャンネルってあるんですよ。 あるかもね。そうなんです。で、そのチャンネルだけは絶対に回すなっていうふうに言われてて、それはなんでなんですかって聞いたら、そのこれってやっぱり人を霊を成仏させるために喋る言葉であるわけで、普通に BGM として流してても、幽霊が寄ってきちゃうんだよって言われたんですよ。で、実際それを遊び半分でその霊感のある人がやった時に、こうやって今あの察しっていうかブラインド閉じてますけど、その霊の話をしてた時にその察しバーって開けたら、べったり窓にいっぱい幽霊ついてたからってやだ言われて、もうだからなんか良くないなって思いながらずっと聞いてました。いや、まあそれはあるかもね。いい仕事したね、工場長。久しぶりに。久しぶり、ありがとうございます。仏壇の前で寝てたんですよ。急に始めるやん、ほんで始め方がお前さなんだよその始め方。しかもお前明るいうちからめっちゃ照らしてるしさ。やばいって。なんだよ薄い。せっかく怖くなってんだよ今ちょっと。夏だし。仏壇の前で寝てたんですよ。やんのかいまだ。おう、そしたらなんかその前に、寝る前に友達と電話でちょっと話してて、まあ、最近どうなのみたいな感じで、で、まあ、そこから電話切って、まあ、仏壇の前で寝てたら、まあ、私よく金縛りに会うんですけど、まあ、金縛りに会ったんですよ、あ、金縛りだと思って動かないなと思ってて、で、そしたら後ろから
なんかね、若い男の子の霊が乗っかってきて、でずっと私の腕を握って苦しいよって言って、うわーもうやだ、熱い熱いってずっと言ってて、うん、でどうしようと思って、でとりあえず待ってたらどうにかなるかなと思って、でもなんなくて、ずっと次首が苦しくなってきて、うん、苦しいってずっと言ってて、た私を連れて行こうとしてて、でそれでもうダメなんだなと思って、もう諦めようと思って力抜いたらスーッと上に上がってって、うん、動けるようになったんですよ、うん、で怖いからすぐ友達に電話したんですよ。そしたら久しぶりだねって言われて、あれってさっき話してたの誰だろうって思って、え？だから友達と電話しなかったんですよ私、誰と話してたんだろうって、え、どういうこと？同じ友達に電話したら、え、って電話してないよって言われて、怖っ、終わったん、怖い、怖わ、何それ、実はです、電話したんじゃないの？してなかったみたいです。こわー。ただ、うずきちゃん、バカだから全然違う友達に電話してたとかじゃないの？違うんですよ。誰と話してたの？怖ーい。えぐいっすね。怖い。うずきちゃんはすぐ100万円取れるよ、多分。やった方がいいよ、だから。やった方がいいですかね？うん。いいと思うよ俺。うすいちゃんはだって、はい、何か所か回ればそれで2,300万稼げるわけだから。借金総額いくらだっけ？うすい600万円です。6か所でいいんだから、もう多い6か所ね。はい、そこの仏壇の前で寝てたんだから、はい、その心霊スポットの前で寝てりゃ何かしらあるでしょ。ありますかね。で定点かなんかで撮っときゃね、カメラ回しといてもらって。なんか首重くないですか？重くない。もうやめてよ。いや、なんか全体的に、こっちだよね、今めっちゃ重いんですけど。やだやだ、重くないです、重くないです。私は鼻水出てるよ。お前どうしたの？さっきからうーん、ほんと怖いのだ。組長もあんの？なんか私ですか？いい子あんのよ。私は友達の話ある。いいよ、じゃあちょっとちょうだい、いい子の怖い話。どうして？台本には書いてない。ああ、こっちで自分で書いてる。私の友達の話なんですけど、私の友達は未宿に住んでいる友達がいて、未宿ね、うん、その子の家に遊びに行きました、うん、その子の家は扉を開けて階段と廊下があって、で家がある感じなんですけど、その階段と廊下のところがすごい嫌な感じがするんですね。でその時はそれを言わなかったんですけど、その日から何日か友達と連絡が取れなくなって、うん、で久しぶりに会って友達にやっぱりあの家引っ越した方がいいよって言ったんですよ、うん、すると友達がそのびっくりしちゃって、うん、で友達が最近連絡取れなくなった理由を言ってきたんですね、うん、それが隣の家がうるさくて横の人に叫んだんですよ、うん、横の人の家に向かって。そしたら誰も住んでなかったんです。でその間取りを知り合いの占い師の人に言ってみたら、そしたらなんかそこの廊下と階段が幽霊の通り道らしくて、でその友達の家が窓が開いてないんですね。だから通り道で行って友達の家に溜まっちゃうみたいで、幽霊がそこにずっといてその声が聞こえてたらしい。かわいいですね。でも俺も似たような話聞いたことあって、はい、俺の友達がもう引っ越したのね、渋谷の部屋に、はい、ほんなら全然疲れが取れないんだって。寝ても寝ても、うん、もうなんかずっと疲れてんだって。もうずっとなんかでも本人は寝てんだって、うん、でなんかもう
いつもだるいとかって言ってて、その家に引っ越して、やっぱなんかあんまり家にも合う合わないあるじゃんか、やっぱ雰囲気とか、うんうん、で合わない合わないってずっと思ってて、である時その俺の友達の、まあ友達は泊まりに来たんだって、はい、そしたら夜中、その俺の友達の友達ね、うん、が夜中パッて目覚めてその友達の方見たら、その一緒に泊まってる友達のことをもう目を開けてずっと見てるって。やだ、へー。で、え、どうしたの、何々ちゃんどうしたの、何見てんのみたいな、何も何話しても反応しないんだって。でずっと見てんだって。で、うわ怖い怖い怖いってなって、でまたバタンって寝るんだって。で次の日、ねえ何々ちゃんそれ夜中にずっと私のこと見てたけどあれ何なのって言ったら、本人全く記憶ないの。だからそう、なんで疲れが取れないかって、もう夜中とかずっと起きてるらしいの、自分の意識がないだけで。だから何かに多分取りつかれて、そのずっともう何かを見てるとか、お腹夜中ずっと起きてたらしいの。だからもう寝てるけど実際寝てないじゃんか、うん、みたいな。だから引っ越してすぐそこ、怖いっすね。あと俺もう一個あるよ。いやでもそれはそれはもうね、これ多分ネットでも出てるかどうか分かんないけど、まあ阪神大震災あったじゃんか、はい、その時にある人が、はい、生き埋めになったんだよ、2人同時にバンってね、はい、で2人生き埋めになって、まあ結果言うと3日後に助けられてんだけど、うん、ずっと励まし合ってたんだって、大丈夫かっつって。でも真っ暗だし、本人たちどこでどう生き埋められてるか分かんないんだけど、まあ、声だけは聞こえるから、うん、頑張れ頑張れみたいな、もう絶対生きて外出ようとかって、うん、だから一人の人が多分足やられてるっつって、ちょっと足が痛い足が痛いってずっと言ってんだって。いやでもなんとかなる、足痛くても生きてるだったら大丈夫だから頑張ろう頑張ろう。そんなら3日っていうか、まあ体感だけど何日か経った時に徐々にこっちの声が聞こえなくなっていったんだって、その一人の人の声がね。でうわなんとかなんとかっつって、で返事がない。でうわもうこいつどうなったんだ。でもまあある時またいやまだ大丈夫だみたいな声が聞こえて、でもお互い頑張ろうみたいな感じで励まし合いながらやってて、で3日後ぐらいに助けられたのね。そしたらその一人の人はまあ生きてたんだけど、やっぱりその声が聞こえなくなってしまった人は死んじゃってたの。だから一人だけ助かったの。でもその一人が言ったのは、その自分がこうやって生き残ったのは、そのもう一人一緒に生き埋めになったこいつが、その最初の2日間ぐらいはずっと励まし合って、そのなんか意識を失わないとか生きる希望の話をしてたから、なんとか僕も生き残ることができましたって言ってたんだけど、調べたらもう地震があってぐしゃってその生き埋めになった時にもう即死してんだよ、こっちのもう一人の人は。だから最初から別に足が痛いとかずっと励まし合ってたのとかって、じゃあ何だったのって話なんだけど、だからまあ怖い話というかちょっと不思議な話よ、うん、もう即死してたんだってもう、うわ実は、うわ怖い話ありますよね。怖いというかまあこれはちょっとあれだけど、不思議な話ですよ、ね、うん、今日何なの。いやちょっと今日何の回、あんたたちこうなったらもう逆にもう心霊職強くなって、こんなただ怖い話をね、はい、ニコ生でしてる場合じゃないよ、はい、もうこれは、はい、行かなきゃってことでしょ、うん、はあ、どうすんの。マッコイさんこれ見せて、マッコイさん納得すると思う、さっきのプレゼンで。いやしないでしょ、はいはい、もっと怖いこと言ってやろうか。なんすか、一番怖い話でやろうか。なんすか、怖い怖い。なんと、はい、劇団マーガリンズ、はい、ニコニコ生放送借金は生で返せ、今日で最終回です。
よ。怖い。36回にわたり怖いお送りしてきましたが、怖い。まあこんな終わり方がありますか。最終回というこんなことありことでね、まあ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 、だからね、前回マッコイさんが来たわけじゃないですか、はい、そんで新しい企画がこう動き出した、うん、ね。でそもそも最初の企画に関してはこのニコ生を通じて1万人視聴者が集まれば100万円ということでこのニコ生を、まあ、やって、うん、その100万円を取れたら借金を返せるんだっていう名のもとにやってきたわけなんですよ、はい、そもそもよく考えたら、はい、そんなら今度は次、まあ、心霊スポットに行って実際に霊が取れたら100万円とか取り憑かれたら100万円、うん、ということに企画が変わったわけですね、はい、ということはもうこれはニコ生をやる意味がもはやもうない。へえ。金移りまして、まあもちろん劇団マーガリンズとしての活動が終わるわけではないですよ、はいはい、本公演もね、さっきネットの方で発表されてますけども、うん、本公演の方もまたありますし、はい、ただこのニコ生に関しては今日が最終回という、だからまたね、こう突発的にすげえいい映像を撮れたら、うん、それがニコ生で発表しますとかっていうことはあるかもしれない、わかんないけど、うん、じゃあそれが別にニコ生じゃなくて DVD として発売するかもしれない、うんうん、Hulu で放送するかもしれない、 BS でとかスカパーでとかわかんない、それはわかんない、でもとりあえず一旦このニコ生は終了という、ことになりましたんで、やっぱりね今まで見てくれた約まあまあもう実質300人ぐらいかな、うん、皆さんにはまあね申し訳ないですけども、劇団マーガリンズどうなるんですか。マーガリンズ、マーガリンズはもう分かんない。マーガリンズに関してはもう分かんない。ただ目の前に今何もない状態ではないよ、はいはい、一応やるべきことは決まってるから、はい、心霊スポットに行って取り憑かれる、はい、ね、もう明確なやるべきことがありますから、はいはい、それをぜひやっていただきたいということで、はい、まあ、最後ということなんでね、じゃあ一人一言ずつ視聴者の皆さんにね、うん、やりましょうか、はい、ね、じゃあ工場長から行こうか。工場長声張ってよ。はい、え、泣きそう、どうしよう。ちょ、工場長飛ばそう、こいつ泣きそうだから。じゃあネズミ。はい、ニコ生マーガリンズでは本当に月に2回のニコ生と1回のイベントぐらいしか仕事がなくって。何その言い方。それで、うん、なんか私自身もそんなに仕事がなくて、だからなんかもうなんか仕事がなくなっちゃうんだなって思ったら、なんかもう大丈夫かなっていう心配があるのと、親からすごい心配されそうで、うん、なんか申し訳ないんですけど、私はなんとか生きていきます。これからもマーガリンズの応援よろしくお願いします。悲しい感じになってきた。まあそうだよな、言ったら MX のマーガリンズ、ね、マルガリン銀行から始まりニコ生になり、でこのニコ生も終わってしまうという、まあこれは現実あることだからね、本当に。まあでもそれは俺たち、まあ俺も含めだけど、うん、36回の中でまあ結果が出せなかった部分でもあるし、本公演は良かったと思うよ、うん、第1回公演はね、だからそれは繋がってるわけじゃん、第2回公演あるわけだから、うん、うっせい。はい、ニコ生シャープ36が最終回になるとはまさか思ってなかったです。ただ今まで、そのコメントくれたりとか、まあ、忙しい中視聴していただいた方々ありがとうございました。でもこれからもあのマーガリンズ、劇団マーガリンズ昇進してまいりますので、応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとう、スイちゃん。じゃあ行こう。はい、今まで1回目から36回目まで
あの欠かさず見てくれた方もいると思うので、いるんだろうね、うん、だからその方々のおかげでやっぱりいつも300とかは行けてたので、そうだね、すごいそれは心の支えになってました、うん、でこれからちょっと会える場が少なくなるなって思うとすごい悲しいし、なんかマーガリンズってまだやってんのって思われるのがすごく嫌なので、うん、これからどんどんまたいっぱい表に出れるように頑張っていくので、陰ながら応援お願いします。ありがとうございます。結果出していこう、結果出していこうよ、はい、これはねしょうがないけども、よし、じゃあ一緒か、はい、今まで見てくださった方ありがとうございます。私は入ってすぐにあのマーガリンズのお仕事はニコ生だったので、初めは結構知らないメンバーばかりでちょっとギクシャクな感じだったかもしれないんですけど、劇を作ったりコントを作ったりいろんな企画をやっていて、みんなとの絆が深まった気がします。マーガリンズはここでニコ生は終わるんですけど、まだ舞台とか公演とかもあるし、イベントも定期イベントもあると思うので、これからも応援よろしくお願いします。はい、じゃあ小嬢ちゃん。はい小嬢ちゃん、はい、はいありがとうございました。でもあのマーガリンズが受かって定期イベントやって、でニコニコ生放送36回もやらせていただいて、うん、でも私は東京にマーガリンズになるために来たし、でこのまま借金返済できずに終わってマーガリンズがなくなるのはすごく悲しいので、うん、もう幽霊でも何でも本当に新しい道を開けるためにみんなで頑張るので、今までずっと見てくださった方々もこの先のマーガリンズをちゃんとずっとまだ見ててもらえたら嬉しいです。舞台もあるし私たちにはまだできることがあると思うので、応援よろしくお願いします。ありがとうございましたはい、まだ終わったわけじゃないよマーガリンズ別に、はい、ニコ生を一旦もうやめようっていうだけだからね、うん、じゃあスベ、はい、今までニコ生を見てくださった皆さん、スタッフの方々本当にありがとうございました。衝撃的すぎてなんか本当まだ全然まとまってないんですけど、まあ、今の自分があるのは本当にマーガリンズのおかげやと思ってますし、まあ、スーブっていうあだ名がついたのもマーガリンズですし、まあそのオーディションの時からずっとマーガリンズ最後じゃないからね。いや違います違います、分かります、大丈夫です、うん、で、まあ、スーブそうですね、なんかニコ生は本当終わってしまうのすごい寂しいんですけど、もうなんか本当に工場長も言った通りお化け取ってやろうと思います。おお、いやそうよ、やっぱねニコ生にちょっと甘えてた部分あると思うなんか俺たち1万人目指そうなんて言ってた割には結局ね、うん、品川さんが来た時の線が最高なのかな、うん、そんぐらいからまああんまり変動がなく、うん、まあやって、まあ、コントやったりしたのも良かったけどね、でももうそんなんじゃもう世間はね、はい、動かないということですからね、はい、じゃあ最後組ちゃん、はい、ニコ生をご覧の皆さん、そして、これまで支えてくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございました。今日で、ニコ生を終わってしまうんですけれども、まあ、約1年半ニコ生を私たちマーガリンズやってきたわけなんですけれども、まあ、その中でたくさん成長することもできたし、まあ、あの2期生対1期生みたいな感じでこう対決もしたりとか、こうまあ、ぶつかったりとかもいくつかしたんですけれども、やっぱりニコ生を通して学んだことがたくさんあると思います。で、これから劇団マーガリンズまだまだやることはいっぱいあるので、ここのニコ生で学んだことを生かしてさらにさらに上にをね目指して頑張っていきたいと思います。で劇団マーガリンズこれで終わりではないので、皆さんこれからも河原の応援をよろしくお願いします。いいよ、はい、じゃあこの流れで未来に向かっての告知があるんですね。はい、劇団マーガリンズの第2回公演の詳細が発表されました。いいよ、はい、公演タイトルがフルメタルジャンケンポンということで、はい、なんだろう、これはだからまあキューブリックのね、前回がほら時計仕掛けのジンギスカンでしたから、うん、
今回はフルメタルジャケットからのフルメタルジャンケンポン、はい、いいんじゃないですか、はい、うん、日時が9月の20日と21日の、うん、どちらも、19時会場19時半開演の計2回公演となっております。そしてですね、場所がこれ野方区民ホールというところなんですけれども、うん、そのホールを2日間満員にしないと私たちマーガリーズ本当に解散になってしまうので、それはもうリアルだよ、はい、遊びに来てください、お願いします、よろしくお願いします。これは9月21日20、21へ、はい、2日間、これ満員にならなかったら解散はもう本当にいよいよ、それ本当にそうだね、心霊スポット行くどころじゃないよ、はい、うん、じゃあ私もこの公演出ますから、はい、はい、なんとかまた頑張ってね、公演に向けては頑張っていきましょう、はい、ね、はい、じゃあもうこれでニコニコ生放送終わりますよ、よろしいですか、最後になんか言い残したことないですか、工場長最後歌いたいとかないね、あ、歌っていいんですか、歌っちゃダメ、はい、ということでお送りしてお送りしてきました、劇団マーガリーズのニコニコ生放送ね、あれですけど今日で最後ということで、はい、よろしいですね、はい、じゃあ皆さんまだ終わったわけじゃないんで、うん、またお会いできると思います、とりあえずは本公演、そして心霊スポットの続報も楽しみにしてくださいということで、はい、以上劇団マーガリーズの借金は生で返せ、いつかまた、ありがとう、we'll be right back.